今日は SSPT、細胞発生画像情報 と、生命動態情報の総合データベースについて紹介します。世界には、さまざまな、生命科学の分野の、パブリックデータベースがあります。例えば、ヒューマンゲノムプロジェクトの、より、得られたゲノムのデータベース、遺伝子前に、紹介しましたの、遺伝子パースウェイの、結局や、タンパク質、構造のデータベースが、PTBJ もあります。近年、バイオイメージングのパブリックデータベースが必要が、叫ばれており、生命情報分野における、革新的基盤になることが期待されています。バイオイメージングデータベースを作るの開発の問題点として、画像データと、画像データと、画像処理で、計測された時空間、停留データが、インターネットに、サランデしていることがあります。まだ、定量データがほとんど、独自のフォーマットで、採用しており、第三者が再利用していることが難しくて言います。我々はこれの問題解決するために、2013年より世界に、先駆けて、画像データとテールデータを核の共有するデータベース SSPD 開発しました。SSPD では、画像データはオリジナルフォーマットで、テールデータは我々が開発するの、統合フォーマット BDML、BD5 の、フォーマットで、保存しています。まだ、テールデータが、解析するためで API で、ソフトウェアなど、基盤ツール群も、提供しています。定量データは何でしょうか。定量データは、画像から抽出した時空間の、情報の、装置のデータです。例えば、卵の中の、核あるの輪郭や細胞と、細胞膜などの、さまざまな素質のデータです。我々は、これのデータがを記述するためで、フォーマットは BDML と BD5 は開発しました。BDML は、基盤には、XML ベースして、現在はメタ情報を記述して、持ちています。 BD5 は、HDF5 基盤としたフォーマットで、データ本体の記述は、するためで、持ちしています。2018年現在 SSPD は586、セットのテールデータあります。1086画像データセットあります。これで共有してされています。
86の、テイルデータは、本当には6000万超えるの分子が、細胞のとのの、時空間情報を含めており、1086、画像データは、200万超えているのスライス画像も、含めています。毎年は一度、大きな更新、を行っており、今年は、新た103セットのテイルデータ、あとでは453セットの、画像データは給与しました。近年、画像とおよびテイルデータの、登録数が、急速の伸びています。今後も SSPD で、画像とテイルデータを、継続的に、登録供与することは、本分野の、発展にとって重要であると 思う、と考えています。まあ、SSPD で給与されているの、テイルデータの例です。それ先週、あとで、ハエ、シーブラフィッシュの核の分立のダイナミクスや、あとで大腸菌の分子のダイナミクスなども、給与されています。SSPD の、画像、給与されている画像データの例です。まあ、様々な現象を対する、様々な、顕微鏡システムを、用いて 撮影された、画像データは給与されています。SSPD では、画像とテイルデータを解析可視化するいくつの方法を提供しています。画像およびテイルデータは API で経由を解析することが可能です。例えばこれでは、Jupyter ノートブックを用いして、画像が、テイルデータの解析が行っています。まだ画像とおよび、テイルデータはブラウザ上で可視化することができます。テイルデータはダウンロードして可視化することもできる。あとで、ImageJ で、プラグインして、公開します。SSPD では、論文、投稿投機、あとで、発表時に、データを公開することが、できるリポジトリサーフェスが開始します。それで、これでは、計算生物学、神経科学などの分野の、における論文利用して質疑はあります。SSPD は国内は、細胞発生生物 学の関連学会と、連携を開始します。国外では、グローバルバイオイメージングプロジェクトも連携を開始しています。さらに、ヨーロッパの、における、画像統合データベースある IDR との、連携も開始して、API や、検索エンジンなどの共同開発を開始します。
まとめて、オープンデータ、オープンサイエンス時代の基盤開発、BDML、BD5 は、定量データを記述するための統一フォーメット。SSBD は、画像定量データ、QoS のための統合データベース。金曜日は、ポスター発表あるので、ぜひ、お越しください。以上です。